こんにちは、ゆうみです。寒い日本を抜け出し、ハワイまでやってきております。毎月恒例の12星座別のリーディングを今月もお届けしたいと思います。で、先月ちょっと動画にもあげたんですけど、トラブルがあってヤギ座さんだけなかったんですよね、11月なので。今月はヤギ座さんから12星座ごとにね、動画を分けてアップしていきたいと思います。で、さすがにね、外でリーディングすると暑いしカード傷みそうなので、リーディングパートだけは室内でやろうと思うんですけど、このね、南国っぽい感じをシェアできたらいいなと思って、オープニングとエンディングは外からお届けしたいと思います。というわけで早速リーディングをね、進めていきましょう。早速見ていきましょう。今回は2018年12月太陽星座天秤座さんたちへ向けたメッセージを下ろしていきます。こんな感じで出ています。今月は、ジャンピングカードがミュージックなんでね、音楽に関わることだったりとか、自分で歌うなり踊るなり、そういう表現するっていうものをちょっと意識して取り入れていくといいと思います。でもあと下のね、3枚はね、その自分の意思をどれだけ明確に持つことができるのかによって現れてくるものが変わるっていうことなので、そういうのも含めて、音楽の力を使ってね、極力全ての瞬間をポジティブなエネルギーと周波数で保ち続けましょうっていうメッセージが来ています。ポイントとしては、もうここ一番、今これが大勝負みたいな感じの何か、それは仕事なのか、プライベートのね、ステップアップなのか、人によって違うと思うんですけど、何にしても今ここが一個重要な要みたいな、一個重要な選択なんだよねっていうのが、今月もしかしたら何かサインとしてね、ありそうなので。そういう時にぶち当たってもいいように、常に思考を管理する。で、それに音楽を使っていくっていうのがすごく良さそうな印象のメッセージです。とにかく自分の思考と意思を徹底して、ポジティブな方、高い周波数の方へと管理するっていうのを今月は意識しておいていただくといいと思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。総評としては、12月は人間関係変わってくるっていうのがすごい多かったのと、あとは、魂のグループに属する人と出会ってくるだとか、今世のタスクに関わる行動のサインが降ってくるだとか、ちょっとね、スピリチュアルとして深めのサインが多かったのかなというような印象があります。全体的にも結構、もともとの魂の周りにいらないものが散々ね、くっついてるから、私たちの人生はうまくいかなかったり、悩みが起こったりするんですけど、その周りにくっついてるものっていうのが結構もう大体の人が外れてきてる、外れやすくなってるって言ったらいいかな。全部外れたり修復されてるわけじゃないけど、結構もう外れやすくなってて、本来持っているその核だったり芯だったりっていうのがちゃんとストレートに表に表現できるような準備が、やっとこの2018年で整い、この12月でね、その磨き上げっていうのが行われてくるのかなというような印象でした。だから人によってはね、これから変な話なんですけど、友達が一人も連絡つかなくなったりだとか、仕事すごいうまくいかなくなったりだとか、突然何か面白くない事件に巻き込まれたりとか、人間関係のいざこざとかがねあるかもしれないんですが、もう次に行きましょうっていう合図なので、あまり悲観的にならずに行った方がいいと思います。その磨き上げとそれを定着させるのにやっぱりね、ちょっとした時間と根気とかは必要になってくるので、あまり無理せず流れに身を任せて、自分のね内面を整える、磨き上げる。でそれってもう魂の核から来る強さとか芯とかに直結してくるので、ちょっと手を抜かずにやっていただくといいと思います。というわけで、面白かった、役に立ったと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録をお願いします。今日はこれからねサンセットクルーズに行ってきますので、その様子もまたお届けしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。